はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。今回はですね、しばらくぶりになってしまうんですが、信長の野望過去作品を、やっていく挑戦企画ですね。小生録パワーアップキットをやっていきたいと思います。ずっとこのチャンネルご覧いただいていた方は、お気づきかもしれないんですが、もう小生録って前にちょっとやってなかったっていうのはあったかなと思うんですけど、あの時はですね、実は小生録は PS ビーターでプレイしてたんですけど、やっぱりね、信長の野望になってくると、情報量が多いんで、PS ビーターだと少し、実況するには物足りないというか、やりづらいなという思いがあってですね、今回は Steam で、新しく小生録の方を、プレイしていきたいなというふうに思っています。なので、ちょっとね、また今回新たにお付き合いをいただければ嬉しいなというふうに思っています。で、信長の野望に関しては、ここまでいくつか、もう今ね、ちょうど画面出しましたけど、済みってなっているものに関しては、すでにプレイ済みのものになっています。で、新しく大使も発表されてますけども、大使が発売されるまでにですね、なんとかこの過去作品残りのところ、全部済みをつけていきたいなというふうに思っていますんで、ぜひぜひ応援の方よろしくお願いいたします。で、今回ですね、プレイしていくシナリオなんですが、風雲桶狭間、シナリオ2ですね。こちらの方をプレイしていこうかなというふうに思っています。で、プレイしていく大名なんですが、織田家、信長ですね。信長でプレイをして、基本的には、二条城を取ったら、一旦その小生録の過去作品プレイとしては墨をつけていこうかなと思ってるんですが、結構ね、二条城まで行くのに小生録は苦労するんじゃないかなと思いますんで、1回2回では終わらないんじゃないかなというふうに思っています。では、織田家を選択していきましょう。支配している城は1つ、武将が19、兵士数が8000というところですね。設定はこのままデフォルトのままいきましょう。では、これで進めていきます。で、早速桶狭間のシナリオになってますんで、始まっていますね。時は1560年5月、義元は約4万の軍勢を率い駿府を出発。上洛を果たして天下に号令するという自らの野望を果たすため。最近ではこの義元は本当に上洛する気があったのかどうかっていうのが、どうも疑問視するような研究結果とかも出てきているようではあるんですよね。そもそも上洛するんであれば、上洛途上の、信長以外の大名家に対して、何かしらの交渉なり、指示なりっていうものがあって然るべきだったんじゃないかっていうような、部分に関しては一切なかったようで、あくまでも義元は、4万という軍勢、この4万という軍勢も諸説いろいろあるようなんですが、いずれにしろこの大軍を率いていったものの、あくまでも、尾張に、ちょっかいをかけるぐらいのものだったんじゃないかとも言われているらしいですね。では、ここは先に進めていきましょう。その頃、義元正常の軍を発すの報を受けた名古屋城では、いつ果てるともない軍議が開かれていた。勝家ですね。殿、打って出るか籠城か。早々にご決断。眠い。わしも寝るぞ。皆も早々に眠るがよいと。結論が出ないまま軍議は信長の退席によって終了。その日の夜のこと。秀吉ですね、申し上げます。義元は本日は田楽狭間にて休憩中、義元を討ち取る絶好の好機です。ということですね。この時ってもうすでに秀吉は羽柴姓になってたんですかね。木下姓だったのか、羽柴姓だったのか、桶狭間の時はどっちだったのかな、ちょっと気になりますね。で、対応の選択です。出陣しますかということなので、出陣して義元を討ち取っておきましょう。ここは、信長は主従わずか5騎で名古屋城を飛び出した。配下の者たちが335々追いつき、義元の軍を発見した時には数百になっていた。まずは熱田神宮で、信長は兵が集まるのをちょっと待ったと
というようではありますけどね。まあ、いずれにしても、わずかの共回りだけで、まあ、居城を飛び出したというのは事実っぽいですよね。そして、いつしか雨が降り出していた信長の軍が連絡狭間についてみると、義物、なんかちょ、ちょっと、今日はちょっと噛んじゃいますね。義元の配下たちは領を取るために具足を脱ぎ、ほとんど丸裸状態となっていた。我かてり。まあさすがにね、具足、まあ鎧兜を身につけている武者と、まあ素裸の人間だとね、全然違いますよね。胴に薙払いを食らっても、具足着てればね、ダメージ受けないですからね。お、やっぱり毛利新助が一番最初に切りつけたのは、義元に最初に切りつけた毛利新助。信長が小姓、新助、秀高なり、義元殿、臆病ちょうだいというところで、ここで義元を討ち取りましたという流れになってますね。で、総大将を討ち取られた軍というのはもう散々ですからね。このまま今川勢は海葬。そして、岡崎城には家康が入ると。こうして織田信長は一世一代の奇襲攻撃によって義元を討ち取った。以後、信長の名は瞬く間に全国に広まることとなる。もはや信長を討つ気と呼ぶ者は誰もいなかった。義元の後を氏真が継いだということになります。はい、ではここから、いよいよ本編のスタートになります。ちょっと情勢を簡単に見ておきましょう。あとマップをちょっとね、出しておきましょう。見づらいので。まず名古屋城なんですが、兵糧が2万で兵士数は8000ですね。城の規模はマックス6で今は4というところになっています。で、周辺で言うと、岡崎城はまだ今川家の所属になってますね。で、あとは北畠家、あと六角、浅井で、ちょっと今ちょうど見えなくなっちゃってたんで出しますが、稲葉山には斎藤義達というところになります。で、一応今回はですね、まあ、史実に近い形で進めていこうかなと思ってまして、まずは、なんといっても稲葉山ですね、後の岐阜城、まあ、稲葉山、美濃を取って、その後、まあ、浅井とはできれば同盟を結びたいなというふうに思ってるんですが、まあ、浅井が乗ってくるかどうかというのは、プレイをしながら見極めていきたいと思います。で、まあ、六角を潰しながら上洛を果たすというところを目標にしていきたいと思います。で、今ですね、肝心要の二条城は足利家が抑えていて、将軍義輝が入っているという状況になっています。なので、まずは地盤固めですね。ちょっと今回はしっかりじっくりきっちりプレイをしていこうかなと思ってますんで、地盤を固めていきましょう。まずは、関守信が出てるな。ちょっと邪魔くさいけど、何かするわけではなさそうかなと思うので、まあ、ちょっと様子は、見ておきますが、しっかりと城下の開墾に努めておきましょう。で、武将なんですが、あ、そうだな。せっかくなんで軍勢ユニットで戦闘力の高い武将、何がいるかぐらいちょっと見ておきますか。で、まず見てみると、戦闘力の高い武将でいうと、前田慶次、さすがに戦闘力高いですね。御年19、足軽頭になってますね。で、騎馬特性が S か、さすがだな。信長に関しては戦闘力103。で、鉄砲が S。あと、勝家、一益、この辺りが続いてますね。で、秀吉は政治がやはり高い。まあ、こう見てもやっぱり粒揃いな感じにはなってますね。で、毛利新助は、武将扱いにはなってないですね。まあ、あくまでも小姓の位置づけになってるんですかね。はい。では、こっからですね、開墾ユニットをまず上げていきましょう。農業の強い、人で言うと誰がいるかというところですが、常ちゃんですね、池田恒興を出しておきましょう。まあ、お金はそれなりにあるので、
まずは開墾をしっかりして、国力をつけていきましょうというところですね。あと商業ユニットも出しておきましょう。成政には、ここで町を作ってもらいましょう。関所を作るとね、いわゆる税金的なものが、税金っていうこの通行税って言った方がいいのかな。そういったものが入ってくるんですが、一応信長はね、その関所を廃止した立場の人間ではあるので、今回も関所は作らずに行きましょうか。で、あとは道勝。道勝にも、ここで、おっと、開墾じゃないな。道勝を出しちゃったな。しょうがない。商業ユニットですね。定勝を出しましょう。定勝に、町づくり。で、あとは、建設ユニットを出しておいてですね、長近に建設をさせましょう。で、何を建設するかなんですが、おっと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 。これも出しちゃったな。もう一個建設ユニット出しましょう。建設ユニットで勝家を出しておいて、勝家には村落を作らせましょう。ちなみに今の織田家、戦国、名城物語、名古屋城ですが、尾張国の平城、今川家が前線拠点として築き、後に信秀、これは信長の父親ですね、が居城とした。織田信長が生まれた城として知られる。信長が清須へ入城すると廃城となったということになっていますね。で、引き続きお金はまだまだ余裕があるので、お金を出しておきましょう。お金を出しておきましょうというか、お金を使っていきましょうかな。あとは関守信がどう出てくるかがね、ちょっと気にはなりますけどね。信兼にも、ここで、村落を作っといてもらいましょう。できるだけ余裕がある序盤のうちに、国力を上げておくっていうのはね、鉄則ですからね。信長のどのシリーズにおいても。もしくは、敵の戦力が整う前に、もう一気に、城を取りに行くっていうね、選択肢もあるんですけど、今回目標にしている、稲葉山城は、かなり堅牢な城になってるんで、もちろん軍勢も多いという中ではあるので、あくまでも今回は、最初にきっちりと国づくりをしようという選択を取っていきましょう。お金と、米があれば、どうとでもなるかなというところですからね。じゃあ一旦これで進めていきましょう。ターンを進めていきます。おお、数正が今川家を出奔か。さらに正信も出奔。ここで神戸が士官を求めてきましたね。ここは雇い入れましょう。おお、この辺りはね、結構武将が勝手に入ってきますね。毛利秀頼も入ってくるか。ちょっとね、しょぼいはしょぼいですけど、この後、どんどこ、勢力を拡大していく上では、いくら武将がいてもいいですからね。で、浪人がいるみたいなので、登用しておきましょう。正信。これで正信が入ったらめちゃくちゃでかいよな。ああ、さすがにダメか。正信は欲しいな。ちょっとこれは豊がそもそもできない感じなのかな。豊丸の人間がいなくなったので諦めましょう。
作業中になってるね。作業中になってのないのは、原田隊はここで、そうだな。委任しちゃうか。で、成政は終了だね。開墾させましょう。で、欲しい家はというと作業中。他みんな作業中でいいのかな。長近は、長近は今暇そうだな。委任しちゃいましょう。戻ってくるかもしれないですけどね。あとは関森の部隊が何が目的なのかだな。で、稲葉山城の義達ですけど、兵士数8400か。これまともにぶつかっても勝ち目はないよな。こちらも8300ですからね。となると、まあここは絡めてというわけじゃないですけど、患者系のユニットを出していきたいけど、忍者特性のものがいないな。ちょっとここは一旦ターンを送って、カズマスあたりを戻しましょうか。カズマスはどこにいる？いた。カズマスは入場させましょう。で、ここにはもともとカズマスが作ろうとしていた農業があるんだけど、吉成の町づくりに開墾か、開墾に変えましょう。で、これでこのターンを終えて、次のターンでカズマスを、ちょっと待ってくれ、正信どういうことだ。散々誘ったじゃないか。散々に信長自ら誘ったんですけどね。その時は信長など信用できんみたいな感じだったんですけど、今回は信長様のもとに使いさせてくれって自ら言ってきましたね。もちろん蚊です。カズマスも来たね。いいよいいよ。お、合戦が起きてるな。北条綱成軍ねと宇都宮が戦った感じかな。で、ちなみに今川家の岡崎城の兵数は5000か。先にどうだろう、岡崎城を取っておくっていうのもありだよね。こんだけ近いからね、まあ、そもそも岡崎城自体が。となると、兵を出してみますか。そういう意味で言うと、兵数で一番戦闘力が高いのが、刑事、信長、一益、この3人が出せますね。なので、出陣させましょう。まずは何と言っても信長マックスで、これで兵数が5000か。どうかな、ちょっとなんともな感じにはなりますけどね。で、その後はもう残ってる兵数は多くはないので、ここは刑事を出しましょう。あ、ちょっと待ってね。足軽しかどうせ出せないんだったら、足軽特性の高い、刑事だね。騎馬特性 S で足軽特性が S なので、ここは刑事を出しましょう。さあ、これでじゃあターンを送っていきます。岡崎城が取れてしまえばだいぶ楽ですからね。お、忠次が来たね。今度はなんか徳川家の重臣たちがこぞってこちらに入ってきてますね。川越城を攻め落としたのはどうだろう、北条が落としたのかな。おっと、ここで、重継か。舐めた真似してくれるな、重継か。そしたら、どうしようかな。まずは、信長自らの陣ですけど、ここは、効果でもしてみますか。で、この辺りは弓を使っていくしかないので、弓を放っていきましょう。まあ、軍勢の数でいうと知れてるので、こ
ここで一気に消滅させましょう。川から攻撃してくるとはちょっと思わなかったな、さすがにね。だから、橋のところに陣取ったんですけどね、今回はまんまとしてやられましたね。でここで結構軍勢を失ってしまうことになるんで、かといって5詰めが出せるほどね、その十分な兵が残っていないんで、ここはもう残された残りの軍勢と、あとは前田慶次の軍勢ですね、これを合わせてなんとか今川の岡崎城が抑えられるかどうかちょっと確認していきましょうか。まあ、ただここで確実に2500の岡崎城に詰めていた軍勢を壊滅させることができたので、残ってる岡崎城に入っている兵は、まあ、3000未満なのは間違いないと思うんですよ。なので、ここで一気に落とせる可能性というのは十分にありますね。歴史がだいぶ変わりそうな感じもしますけど、この辺りはもう開墾系は委任しちゃいましょうか。一旦ほぼほぼ全部できてるでいいよね。信金はというと、信金も終わってるね。基本的にはその今働いてなさそうな格好してる人間は帰らせましょう。で吉成はというと、まだやってるね。3ヶ月かかると。じゃあこのまま頑張ってもらうとして、秀吉ももう返しましょう。正勝も返していいでしょう。成政も終わってるよね。おお、成政はまだやってるか。じゃあこのまま頼むぞ。定勝はというと終わってるね。であれば返しましょう。で利家も返しますと。で渡辺守綱隊が来てるな。これは兵数がわからないね。さあこれでじゃあ青函を入れていきましょう。おお、春宗が相馬に捕まったか。この時って当然ね、伊達家の当主は春宗だと思いますけど、解放されてよかったね。板倉隊が来たか。まあ、ただここ前田慶次だからね、400対400まあ、つまり2000対2000の戦いですけど、正面を向いたら多分圧倒的に強いんじゃないかな、慶次の方がね。もうこの時点で兵力差は逆転してますよね。ただ本陣がやられるとそれで終わりっていうのがね、この小勢力の合戦システムになってるので、本陣がまあやられないようにだけはしておきたいですね。あとはまあそういった関係で絶対にその
横を突かれない、後ろを突かれないっていう戦い方は重要なんですよ。なんで軍勢を出すときは、1対2対で出すんじゃなくて、まあ、横並びに出していくっていう方が正直言うと、まあ、戦いやすいというか、後ろを突かれなくて済むっていうね、まあ、そういう特性はあるんですよね、実際問題。さあ、どうだ？これはもう、本陣を一気に狙えば、本陣が落とせるんじゃないかな？これで壊滅するでしょう。混乱してるしね。これでさらに2000の軍がいなくなったわけでしょ。板倉、勝重。しょうがない。見逃してやるか。岡崎城は兵数が571か。どうかな？落とせるんだったら、もうこれで落としたいけど。おっと、合戦のシステムが、ビータとちょっと違うな。これはちょっと予想外だったぞ。なるほどなるほど。これはええー、通常攻撃でいいのかな。86になりました。通常攻撃を入れます。54になりました。この辺は通らないのかな。どうだろう。城門の前に行ってないと攻撃は入らないかな。入らないですね。入らないですね。じゃあ次のターンに行きましょう。城門がこうやって見ると、あと今一つ目の城門を開けたので、この後まだあと城門が、いくつかある感じにはなってますね。13ターン残りあるっていうことは、まあ落とせなくはないかなとは思うんですけどね。まだ3つ、いわゆる城門が残っていて、かつ敵にももちろん武将が残ってるので、これが数的にどうかっていうところですね。まあ、ここに関して言うと、ただ本当に武将の数が多ければいいっていうもんじゃないっていうのがね、ものを言いますね。この城攻め、あるいは城を守るときには。さあ、これで先に進んでいきましょう。こんなシステムになってるんだ。このスティーム版のやつはちょっと違いますね、やっぱり。思ってたのと、城攻めのシステムが全然違くてびっくりしましたけど、これはこれで面白いな。さあ、これで、残りは本丸への城門が一つになりましたね。で、さらに、いい感じで迫ってるね。残り10ターンあれば落とせるかな。岡崎城を落とすと、おお、ここででもあれか、敵も。マジか。マジか、これは。めっちゃ強いじゃん。ま、本来は、
こういうもんですよね。でもその城を守る側の方が圧倒的に有利というのがね、本来の。まあセオリーというかスタンスですからね、本来は。ここまではさすがに1回では攻撃できないのかな。できないですね。しょうがない。じゃあ少しだけ兵を進めましょう。これででもまたきっと元忠の攻撃を受けて壊滅するんだろうな。やられるね、結構やられるね。縄文開門はしたけど、この後が厳しいんじゃないかな。攻撃全滅するよね。いや、そう思ったよ。そしたらどうだ？次のターンで倒せるかどうかだな。なんか音楽がね、止まって、お、復帰したね。そしたら、刑事に関しては帰らせましょう、もちろん。これでどうなってるかですよね。うわ、復活してるし、縄文含めて。マジで？こんなことってある？縄文含めて復活？しかも、マジか、これは厳しいな。いやー、なかなか思ったより厳しいですね。この城攻めは、想像してたよりもはるかに、城を落とすのがいかに難しいかっていうのが、わかるな。やっぱ飛び越しては攻撃はできないね。よし、じゃあ先に進めましょう。これ信長の軍勢5000も潰れるってなるとかなり痛手になるな。落とせないとなると、これ降伏勧告とかできないかな。まあ1個まず開けますよね。で先に進みます。信長を使者に出して、拒否するか、まあするよね。そうだな、一応開城するか。開城は実行可能な武将がいないって言われちゃうんだね。費用は1回に1個だけなってことだね。なんか城を落とせる気しないんだよな。どうやったらこれサクッと落とせるんでしょうね。まあ放火をして耐久力を下げやすくした状態で縄文攻撃っていうのはもう確実にやっていかなきゃダメですね。問題は敵の弓攻撃だよな。これなんですよ。でも本当に城を落とすの大変だな。ここやっぱり一足飛びには攻撃できないのか。
これなんだよね、きついの。本当にきついこれ。これだってあっという間に壊滅させられるからな。これマジできついな。でも次のターンで確実に2部隊やられるでしょう。落とせないんだよ。マジか。これめちゃくちゃだな。相当だな。相当城攻め大変ですね、これ。ってことは、力攻めをするよりも、きっと、囲んだ方がいいですね。いや、この小生ログ、なんか2、3回どころか、相当時間がかかる気がしてきました。というわけでちょっと今回ね、時間がだいぶ過ぎてしまいましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回、ちょっと城攻めどうしたらいいのか全く見当がつかないんですけど、引き続き、プレイの方を頑張っていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。